どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらのウェアハウスさんの、2002WX の G ジャンのですね、4回目の洗濯が終わったので、ちょっと見てもらおうかなと思っております。これですね、2ヶ月前くらいに動画を上げてまして、その時3回目の洗濯を、しましたというところで、着用はですね、おそらく1年半から2年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、そこからプラス1ヶ月ですね、結構来ました。結構家で、本当に風呂上がりとか休みの日とか、結構なんかちょっと肌寒いなっていう時はこいつを結構着ていたので、結構がっつり1ヶ月ぐらいは来ましたね。もう下手すと1ヶ月半ぐらい来たのかな。結構来ました。そして洗濯をしました。なのでなんだろう、はっきり前回よりもはっきり色薄くなったなっていうのが結構分かりましたね。はい、一応ちょっと参考までに前回上げた動画をちょっと見てから今ちょっと撮ってるんですけど、なんかもっとね濃かったです。全体的に見てみたら、なんかどの辺っていうと、この辺は結構濃いまんまなんで、そんなに変わってない気がするんですけど、ここから下なんですよね。ここから下、特にこのポケットのあたりと、この特にこのあたりの色が結構白っぽくなってきてるというか、ちょっと薄くなってきてる感じが、当たりが出始めてというか、なんと出てた当たり、もともと見えてた当たりがさらに濃淡がちょっと激しくなったような感じがしますね。はい、ちょっと早速なんで着てみます。で、せっかくなんでちょっと100トランドルから着てみます。ちょうどその前回の動画見たらこの T シャツを着てたんで、ちょっとこの T シャツ、同じ T シャツを着てちょっと着比べてみようかなって感じなんで、後でまた100トラもちょっと脱いだ状態でも着てみようかなと思いますけど、はい、個人的にはね、このアロハと G ジャンってすっごい、デニムってすっげえ合うと思ってるんで、アロハの時期が1枚で着る時期が1枚でか、もしくはこの2枚で着る時期が終わったら、秋口とかこの上にデニムを羽織ったらまだまだね、アロハ着れるんじゃないかなと思います。まあ余談ですけど、はい、この着方すれば本当秋とか、ちょっと要はチラッと見えた時にアロハのこの100トラのこの柄がね見えつつ、でも上はデニムみたいな、何ですか、無地のねデニムのちょっとシックなというか、何ていうんですかね、感じがしつつ、でもチラッとまあこれはもうチラじゃないですけどまあここですね、チラって見えてる感じがちょっとね、個人的には好きです。ただちょっと G ジャンが短いんで、丈がで、俺がアロハをちょっとゆったりめに着てるんで、この差がでかすぎてちょっとダサいんですけど、これあれですね、多分これ見てるお手持ちのアロハはきっとここまでオーバーサイズじゃないと思うんで、結構皆さんタイトにというかちょっとジャスト気味に着られてると思うんで、まあこんなもんだと思うんで、ちょうどいいぐらいの差が、見えてるんじゃない、見せれるんじゃないかなとは思います。はい、まああと G ジャンが短いのですいません、余談なくなっちゃってこれ G ジャンじゃなくて、ちょっと普通のウエスタンシャツだったり、何ですか、ちょっとネイビーのね、40年代とかのよく着るなんていうんだっけな、ショールカラーのああいうデニムジャケットとかだったら丈がそこそこあるんで、あ、そうだねと、カバーオールとかですね、カバーオールとかだったら全然見えないんで、シャツよりと同じかシャツより長いかもしれないぐらいなんで、そうするとね、シャツより長かったらもう見えないじゃんっていう話ですね。でもねまあでもこう脱いだ時に前飛んでなければね見えますんでね、あと中のアロハとちちゃって上開けとけばもうはっきりこうね見えるんで、おすすめです。まあちょっと今回100トラの話じゃないんであれですけど、これですね、こんな感じですね。結構ねシワがこうなんていうんですか、くっきり入ってきてる感じがするんですよね。なので、やっぱウェアハウスさんのこのデニムいいなと思いますね。まあ本当ないろいろね、対戦モデルの生地だったり、なんだっけ、今もやってる新バナーデニムになっちゃいましたけど、昔のバナーデニムとか、その時期によってねデニムが変わってくるんで、ウェアハウスさんといえばもうずっとこれっていうデニムじゃないので、まあ本当年その年代によってウェアハウスさんでも、生地の色落ちの
感じが違ったりね、ちょっと音質が違うのかちょっと分かんないですけど、っていうのは多分あるので、あれですね、一概に同じ 2002WX 持ってるってなっても、俺が今着てるデニムと、今の現行で出てるデニムと違うかもしれないし、5年前、7年前に買ってる人のデニムともまた違う気がするので、ちょっと一概にね、全くこう、同じ色落ちになるかっていうと、多分違うとは思うんですけど、はい。まあでも自分が持ってるこの個体の色落ちは結構気に入ってますね、はい。またこの間買ったその対戦モデルのデニムとはやっぱまた違いますね。これ対戦モデルではないので、色落ちというかデニムの生地の感じはまた違う感じがしますね。でやっぱ袖口が結構えげつなくなってきてます、本当に。まあ一番変化が出るところなんですけど、ちゃんと出てる感じしますね、はい。言うてやっぱちょっとザラ感があるデニムが好きなんですけど、結構まあそこそこザラ感はあるかなっていう、ここら辺すごいですね。こっちもこんな感じですね。ですね。まあこれも別にこうあれですね、なんかこう変な何かをやったわけではなくて、基本的にはもうただ着てただけです。ただ強いて言うならまあちょっと暑い時期にも着てたし、シワをつけたかったっていうのもあるんで、結構まくって着てたんですよね。でまくってた都合上こうここのシワが結構バキバキに入ってるっていう感じです。なんであれですね、この賛否両論あると思うんで、この感じがまさにこういう感じのバキバキに色落ちさせたいんだよっていう人は、それやるといいと思います。本当着るときに結構こうやってやって、でたまにもう擦ったりとか、まあ普通にですよ、普通にまあこういう風に着用してればこんな感じになります。はい、リジットの状態からですね、リジットの状態から、一回まあ洗ってもいいんですけど、そこから乗り落としだけして今みたいに着ると、まあ大体こんな感じにはなると思います。でこれで、1年弱9ヶ月とか1年ぐらいや見洗いで頑張ればこのぐらいきます。下のデニムパンツと違ってやっぱちょっとその上半身の方が力が弱いっていうか、あんまり擦れないので、下ほどこう濃淡がつくのにちょっと時間がかかるんですよね。下ほど早くないんでちょっと根気よくなんですけど、まあでもずっと着続ければ本当洗わないで1年弱着ればこのぐらいは全然いくので、いいと思います。で逆にこれやりすぎでしょっていう、もうこれなんかわざとらしく感じるわっていう思うタイプの人は、こうやってあまり上げてきない、もう本当にこう自然に伸ばしたこの長袖の状態で普通に着ていけば、まあ本当この辺りに自然な色地がちょっと入るくらいで、あとこの辺もまあちょっとこのですね、長い部分がちょっとくたってなった部分のあたりがちょっと出るぐらいで止まってくれると思うんで、本当に自分の仕上げたい感じに合わせて着用の着方さえ変えればいいと思います。はい、個人的にはこれはもうバキバキにしたかったんで、一旦これはこれとして成功だと思ってます。個人的にはこのくらいやってみたかったので、でまあヴィンテージでも実際わざとらしいとは言いますけど、ヴィンテージでも別にこんぐらいのやつ全然出てきたりするんで、まあ、それをモチーフに作ってみた、やってみたかったんで、まあこれはこれでありです。ただまあ今後のね、この次にもし買うとしたら、まあもうこれがあるんで、すでにこんなにバッキバキに入れる必要もないかなとは思ってるんで、次もしやるなら結構自然に着たいかなとは思ってますね。ただまあファースト持っててセカンド持ってて、そしてであるので、次、買うんだったらあれがいいなと思ってるんです。個人的に、ファーストより前、さらに前、結構古いやつか、なんだっけ、セカンドデニムじゃなくて、ナンバー2デニムだ、ナンバー2デニム、いわゆるそのこれの廉価版みたいな感じで、ね、リーバイスが出してた、もうちょっとこう生地がペラッ薄いやつでのジージャンがもしどっかが復刻したら、まあ、特にウエハースとか復刻したら、まあそれをちょっと買いたいなと思ってますね。はい、ナンバーってすぐ言っちゃうな、ナンバー2デニムはね結構
なんですか、画像とかで見てても結構かっこいいんですよね。なんか廉価版っていうのはまあリーバイス側の視点なだけであって、今現代のとか個人的なあれでいくと全然ナンバー2じゃないねっていう、十分かっこいいわっていう、それはそれでナンバーワンだわ、オンリーワンだしっていう感じがするので、はい、欲しいですね。そういえばそうですね、これ脱ぐって言ってました。ちょっとこれ脱いで着てみます。あ、これ単体で見せたっけ。こんな感じですね。あれ見せたっけ。背中はこんな感じですね。こんな感じですね。はい。本当前回よりもっぱつだいぶ、色が落ちたなって感じがします。ただまあとはいえまだまだ濃紺ですね。やっぱこう画像で見てもちょっと結構いったなと思ってたんですけど、やっぱ画像で見比べるとやっぱりまだまだ濃紺なデニムのジャン、あの部類に全然入りますね。そりゃそうか、まあ、そんなに一気に薄くはならないんで、ね、うん、でもまあ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 いい感じに育ってきてるんじゃないかなっていう気はしますけどね。この感じであれば、はい、まあさすがウェアハウスさんだなっていう感じです。で個人的にこれ40サイズなんですけど、個人的には結構ゆったりが、もうおっさんなのでゆったりがいいなと思ってるんで、まあ、40サイズでちょうどいいかなって感じですね。着ようと思えば多分36とかもギリ着れるとは思うんですけど、もう36とかに着するともう多分バッツバツなんで、本当にもうこんなもうビッタビタな感じになっちゃうんで、まあもうないですね。38も多分ちょっときついかなと思うんで、まあ俺は今40ぐらいかなって感じです。ただまあもちろん40サイズだと袖を入れようと思えばもうこんくらいまではいくんで、はい、あの決してジャストかって言われるとジャストではないですね。やっぱゆったりって感じですね。なんで本当のジャストできるなら38ぐらいがちょうどいいんだろうなとは思うんですけど、ただヴィンテージ持ってるヴィンテージもそうですけど、基本的にはその着るときは結構この袖をまくってちょっとゆったりに着るみたいなのが結構デニム的にはアチージャン的には好きなスタイルなので、まあ、まだこれ色落ちさせてる途中なんで、あまりまくると色落ちしないんで、あまりこれはまくないですけど、ヴィンテージはもう全部ちょっとゆったりしたサイズを持ってて、袖をまくって着るみたいな、スタイルにしてますね、はい。なんでこれももう色落ちがもっと完全に終わって、もうこれ以上やる必要ないでしょってなったら、まあ、もう十分やる必要ないんですけどね、まあ、なってきたらもう結構袖をまくって普通にこんな感じで着ようかなとは思っています。はい、いやーでもやっぱりデニムっていいっすね。楽しいっすね、このやっぱ経年変化が、うん、もうこれに取りつかれる人の気持ちがよくわかりますよ。本当に俺も取りつかれてますから、はい。というわけでですね、今日はこちらのウェアハウスの 2002WX のですね、G ジャンの、まあ、いわゆるリーバイスでいうセカンドですねの、やつの、4回目の、洗濯後の、動画でした。はい、まあ何か参考になればいいかなと思います。ぜひぜひね、ウェアハウスさんのセカンド一回もこう来たことない人いたらぜひぜひ一回行ってみてください。はい、そうですね、次回は結構このバッキバキがなくて結構自然な濃淡っていうか、なんだろうな、のぺっとしたこのセカンドも着てみたいなっていう感じですね。まあセカンドじゃなくてファーストとかでもいいんですけど、まあ本当はファーストより昔のやつがいいんですけどね、とかをちょっと行こうかなと思います。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。またね、今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。これに関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。